実りの秋です。世羅町の観光農園ではブドウ狩りのシーズンを迎え、多くの人が旬の味覚を楽しんでいます。たわわに実ったブドウ、ハニービーナスが食べ頃を迎えています。世羅香水農園ではおよそ50アールのブドウ畑に50本のブドウの木が植えられています。今年のブドウは6月に雨が少なかった影響で、小粒ながらも糖度が高く濃厚な味に仕上がったといいます。訪れた観光客はもぎたての甘いブドウを満喫していました。甘いです。すごい口の中ブワーって旬です。秋を満喫してますね。世羅香水農園では昨日の台風14号による被害もなく、今月25日までブドウ狩りを楽しめるということです。